詩編 40, 編です40編は詩編第1巻の最後4041幸いな詩編にまた戻ってきましたそうですね、うん、私は耐え忍んで主を待ち望んだ主は耳を傾けて私の叫びを聞かれた主は私を滅びの穴から泥の沼から引き上げて私の足を岩の上に置き私の歩みを確かにされた 主は新しい歌を私の口に授け、我らの神に捧げる賛美の歌を私の口に授けられた。多くの人はこれを見て恐れ、かつ主に信頼するであろう。主を斧が頼みとする人、高ぶる者に頼らず、偽りの神に迷う者に頼らない人は幸いである。主に信頼する者、主を信じる者を神様は、 えー、見捨てず必ず救われるということですけれども、えー、この苦しみの中からという時に滅びの穴、泥沼から引き上げられるということですけれども、まあ、最初に思い出すのはヨセフですよね、うん、ヨセフは兄弟に穴に入れられてしまいましたねうん、もそこから救い出されてエジプトの王の右の座についたんですよね、うん、救い主になったということでしょうそうですね、うん、反対ですねうん。うん エレミアはまさに泥沼に投げ入れられらてししままいましたね、うん。穴に入れられてその穴は水がなく泥だけだったんですね。うんうん、そうでエレミアは泥の中に沈んだと。もう一人穴の中に入れられたけども救い出された正しい人がいましたよね。ダニエルですね、うん、ダニエルはバビロンの王に、うん、死の穴に投げ入れられてしまったんですね。うん ダニエルは火の中にも入れられるし、はい、穴の中にも入れられるし滅びの穴から救われた人、主に信頼して連れ出された人ですね。そうですね。我が神、主よ、あなたのくそしい見技と我らを思う見思いとは多くて比べうるものはない。私はこれを語り述べようとしても多くて数えることはできない。あなたは生贄と 備え物とを喜ばれない。あなたは私の耳を開かれた。あなたは反剤と財剤とを求められない。その時私は言った。見よ、私は参ります。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私は見心を行うことを喜びます。あなたの起は私の心の内にありますと。 うん、この御心によりただ一度イエス・キリストの体が捧げられたそれによって私たちは清められたというこの6節から8節のところは「ヘブルと手紙でで引用されているところです神様は生贄を捧げなさい」と何度も何度もね細かくねこの時には何,何が何と、うん、あの時にはこれが何とと言ってる命令がたくさん書い,、ねうん、書いてあるんですけれど、うん。 生贄が欲しいのかというと生贄を捧げることによって何が求められているのかというのは何箇所かありますよね、うんはい、サウルが清絶しなければいけないものをと、うん、っといたんですよねそれは、うん、生贄を捧げるためだと言ったりしているんですね、うんうん、そうするとサムエルが生贄を喜んでない。御言葉に従うことを喜んでるそう御言葉に従うこれが求められているところ聞き従うこれが 生贄を捧げるときに、求められていることだから、ここで耳を開かれたとか書いてあるよね。そうですね、うん。耳に肉がかぶさってて、聞こえてないでしょう。で、耳の割礼をしてもらってると、はいる。は聞かないことは。偶像礼拝の罪と言われてますね。ね、うん、神様の言葉を捨てる。神様の言葉はいらない。っていうことは偶像礼拝。 他の神々に従う、この世の欲に従うことが偶像礼拝ですから聞かないということは偶像礼拝とここで呼ばれてこの事件でサウルはおいを失ましたね。予、うん、言書の中にもありますね「ホセア」でも言っていますけれども、うん、慈しみをを喜喜び、犠牲を喜ばない、うんうん。神様を知るということを喜ぶ神様の言ってる言葉を聞くこれを神様は喜んでる。 理箇所の方では講義を行って慈しみを愛して、うん、へり下って神様と共に歩むことが喜ばれると書いてありますね私は大いなる集会で救いについての喜びの訪れを伝えます見よ私は唇を閉じませんでした主よあなたはこれをご存知です私はあなたの救いを 心の内に隠し置かず、あなたの誠と救いとを告げました。私はあなたの慈しみと誠とを大いなる集会に隠しませんでした。主よ、あなたの憐れみを私に押しますあなたの慈しみと誠とをもって常に私をお守りください。数え難い災いが私を囲み、私の不義が 私に追い迫って物見ることができないまでになりましたそれは私の頭の毛よりも多く私の心は消えうせるばかりになりました大いなる改収で大いなる改収の中でこの救いの喜びを歌う「慈しみと誠」「恵みと誠」を歌うこれは紙二22編。 三十五編にもありましたね。うん。詩編二十二編って大変なシーンだったでしょ。十字架上での歌の詩編三十五編は三十五編で。うん、悪者がですね、うん、ゆえもなく攻撃してくるという、うんうんうん、敵だらけの、はい、敵のリストみたいな歌でしたけど、その勝利のところも大改修。はい、大改修の賛美というのが出てきました。はい、他の民数記とか列王記とか見ていくと、この神様の前に集まって。 大いなる回収の歌というものは最終的なね祭りを思い出すものでしょ、はい、うん。ナビデが主の契約の箱を持ってきた時にわざわざみんなイスラエルを集めて集めたですね、うん、全イスラエルを集めて歌うということですので勝利を収めて民が新しい歌を歌っていると新しい歌というのは裁きがなされて新しい時代が来た いう歌歌でですすから勝利の歌ですね,その,そ,うですねその歌は大回収と一緒に歌う、ね、ということがふさわしいというものです、はい、で次の箇所13節から17節までの次の箇所は70編がここに入ってるんですね。はい、で69編を見るとこの40編の最初から12節までの 似てるものがいろいろありましたねそう。同じような言葉が出てきて、うん、泥沼とか、紙<う>より多いとか。恵と誠、うん、生贄などのね、言葉が出てきますね。うん、そうそうそう。それで、六十九と七十が一つになってる。そのつながりが、ここの四十篇の中にも見えるんですけど。これ別の巻物ですので。その巻物、七十篇は第二巻ですね。はい。 第2巻のこれ中とこの第1巻の中と同じ歌ですけれども役割が違っているということを70編を見るときにもう一度比べてみるとあ同じ歌だけどあこういう味の違い味わい方の違いがあるんだねっていうのが分かるかなと思いますから、まあ、楽しみにしててください。見直しましまょうね、はい主よ 見心ならば私ををお救いください。い。くくだだささ主よ、速やかに私私助けください私の命を奪おうと尋ね求める者どもをことごとく恥慌てさせてください。私の損なわれることを願う者どもを後ろに尻かせ恥を負わせてください。私に向かってあはあはという者どもを自分の恥によって 恐れおののかせてくださいしかしすべてあなたを尋ね求める者はあなたによって喜び楽しむようにあなたの救いを愛する者は常に主は大いなるかなと唱えるように私は貧しくかつ乏しいしかし主は私を顧みられますあなたは我が助け我が救い主です 我が神をためらわないでください。主イエスが言いますよね。私が好むのは憐れみであって、生贄ではない。主イエスキリストご自身がそうおっしゃってますね。うん、主の御心は、 罪人を憐れむことだということが言われますけど、立法学者も分かってるんですね。そうですね。立法学者も何が大切な戒めなのかという質問に対して、心を尽くして神を愛することと、同じように隣人を愛することが、生贄よりもはるかに大事だということを言ってますね。ヘブルビーという手紙の中でも、私たちがすることは賛美の生贄なんですね。 この大いなる改修の中で賛美する教会が一つになって賛美するそれが賛美の生贄でしょそして、うん、善を行うことと施しをすることを忘れてはいけません、うん、神様はこのような生贄を喜ばれます、うん、と書いてありますねヘブルビーというのは13章に書いてありますけれども神様は弱いものを憐れむこれを喜ぶんですけれども貧しいものをかりみる人は幸いである これは次の41点の出だしなんですよね。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦、ひろみでした。